ミトミト大谷、学生プロレスの先輩と後輩という関係からスタートして15年、助けられ PPP という気鋭の団体で共にプロレスをする仲となった。だが対談を考えておりますって、おい文章作って明日朝10時に送ろうと思ってた。やがて2人の間には価値観の相違が見られるようになっていった。いや、なんか多分彼は自分のなんか理想みたいなのが多分あると思うんですよ。試合の多分スタイルとか、ここ数年のスタイルとか見ても、自分が目指すスタイルがあって、自分の多分試合で俺はこういうパターンで会場を盛り上げてるっていうのが多分自分の中であるので、それが彼の一つのなんかもう答えみたいなのが出ちゃってるところが、うん、まあなんかこう成長できないって言ったら失礼かもしれないですけど、殻を破れない、格が上がらないっていうの部分に繋がってる気がします。僕毎試合動画撮ってるんですよ、会場のところでスマホ立てかけてでもう帰り道に見ながら帰ってくるんですけど、そんぐらいもなんか気にしちゃうんですよね。月にすごい試合数をして、まあ、それが彼にとって居心地のいい場所かもしれないですけど、自分がそれだけインディードインディーで試合してるってことは、多分彼にとって絶対アイデンティティなはずなのに、彼は多分どこかでそれを負い目に感じてる部分もあるんですよ。僕らが全員彼の試合というかスタイルを来賛しちゃったら彼のエゴで終わっちゃうと思うし、まあ、だからこそこういう練習とか試合を通じてもっともっと分かり合いたいなっていう部分は本音としてあります。あのインタビューのあの一言めっちゃムカついたな。スマホぶん投げそうになりましたね本当にリング上のクオリティを追求する大谷と、組織全体のクオリティを追求する三富、異なる視座が噛み合わない。だからこそ大谷は PPP 対談も考えた。お前のモヤモヤの元凶のやつさ、お前ぶっ飛ばしたくねえのか。そっち出してください。リングの中でプロレスで大谷の思いは全部俺に見つけてくれよ。俺のプロレス舐めてんだろ。あの子めっちゃムカついてきた。ああ月に17試合やってるわけじゃないんだ。別にマットだってどこだっていいじゃねえか。俺のプロレス舐めんだ。ぶつけた結果、やっぱ大谷しょっぺえな。やっぱあいつの行動は土佐回りだと言うならばそれまでだし、やっぱあいつ大したもんだと思ったら俺の勝ちだ。もう三富さんとは言わないぞ。三富って言ってやるぞこの野郎。二人が分かち合うのか分かち合えないのか、どちらにしても決着はプロレスをするしかない。フィフスパーティー PPP 東京旗揚げ5周年記念特別試合、ザ・オリジナルパーティー集結、三富兜 VS 大谷ジョージ。